新潟工場付近、ジェットホイールの背後が第二ドック及び偽装、修繕岸壁。新潟工場、第二ドックから出居する佐渡木船の朗朗、貨物船尾海丸新潟造船株式会社は、新潟県新潟市中央区に本社を置く日本の造船業者。2003年4月1日に、三井造船の100%子会社として設立され、 会社構成中の新潟鉄工所の造船部門の事業譲渡を受け営業を開始した。新潟市及び神奈川県三浦市に工場を有する。前身の新潟鉄工所造船工場時代から主に漁船を中心に建造している。第二次世界大戦中は日本海軍の第28号型苦戦艇や兵型解剖艦などディーゼル指揮艦の小艦艇の建造も行った。 新潟造船に移行後の2006年には、より大型の船舶の建造に向けて、尖閣ブロック大型化に対応するため、新潟工場第一ドックに650トン、クローラークレーンを導入し、一般商船の建造も開始した。漁船についても、省力化等を進めた、次世代型の漁船の開発、建造に取り組んでいる。漁業実習船などの観光庁船の受注も多い。 2000年代には日本政府や日本財団の対外援助事業による外国政府向け案件の受注もあり、2003年にはインドネシア運輸省向け設標船一隻を、2004年には同じくインドネシア運輸省向け防災船一隻を引き渡した他、ほか防災船二番船のインドネシア国内建造への技術支援も行っている。新潟造船は2014年4月7日に、 カナダのティケイオフショアパートナーズ社の子会社であるオランダのアルプマリタイムサービス社向けに世界最大級の300トンの栄光能力を有するオーシャンゴーイングタグ4隻を受注2016年までに引き渡す契約を結んだことを発表したノルウェーのウルスタインデザインソリューションズ社の設計をもとに当初は新潟工場で4隻連続建造する予定であったが 設計変更や不具合の発生によって工程が混乱、資機材、工程の増加により約110億円の損失を計上、三井造船の合計連結業績にも多大な影響を与えた。人材の応援、二席を多摩の事業所、千葉事業所での分担建造へ変更するなど、三井造船の全面支援により、第一線、アルプストライカーは2016年9月12日に、 竣工、第2戦アルプディフェンダーは2017年6月20日に竣工した。ありがとうございます。